はい、こんにちは。2017年3月3日、モモのセック、ついにこの日がやってまいりました。てー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 横井軍平殿、ものづくりの原点がここにある。そうです、ここにものづくりの原点が全て入っております。ワン・ツー・スイッチ、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドというわけで、まあこれはね、ハードの、あれをね、全部引き出してくれる、これが一番楽しみなんですけど、まあ当然ゼルダ やんなきゃいけないんでね、まあ、Wii U 版も出てる縦回りちゃうんですね。これで2個買いました。そしてこれです。で、合わせて大体、ヨドバシで4万5000円ぐらいでした。今日ね、朝9時頃だったかな、うちに来たんですけどね、寝てしまいまして、もう今4時でございます。おい、よいしょー。おー、なんだこれ、なんだこれ。お、誰でもわかる始め方、接続する。そうですよね、接続しないと動かないもんね。初回設定をする。初期設定じゃない、イニシャライズじゃない、初回設定ね、任天堂はね。しかもジョイコンを取り付けて、そして最後にサポートサイト、任天堂スイッチ、あなたの心をサポートします。なんか悩み相談あったらいつでも受け付けてくれます。はい、おー、開けたらすぐにハードとご対面でございます。ところがどっこい、これジョイコンは離れているんですね。今回めぐみさん買ったのは、青と赤のちょっと、目がね、あ、シュワシュワシュルみたいな、ちょっと原色、アマゾンの鳥的なね、色を買いました。これとあとグレーの普通の、うん、なんか、うん、ガジェットっぽい色もあったんだけど、今回は、めぐみさんはアマゾンのね、ちょっと不死鳥になろうかと思って、この色をチョイスしました。では、すっごい、あ、すっごい、これ、うわちっちゃっ。で、これが今回の、スイッチタブレット。スイッチタブレットね。任天堂製の、ついにタブレットが出ましたかね。そして裏を開けると、このように重箱のように、これが任天堂製の特別仕様、HDMI ケーブル。で、これが任天堂仕様の特別の、電源。電源、まあ、毎回ですけど、任天堂外ですね、ハードウェアの中にはぶち込まないんで、この AC アダプターは大体、まあ、大体というか、まあ、Wii U の時も、外でしたと。お？なんぞこれ。なんぞこれ、うわー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 、失礼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 。これがさ、ちょっと押しちゃった。おお、そういうことか、スターウォーズだこれ。ピシューテレテンツンテレテレテテレテレテレテテ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 レテ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 テ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 。なんかそんなのがついております。そしてそして、これね、Wii リモコンの時にね、学びました。これ手首にこう巻かないと吹っ飛んでって画面の液晶バーンってぶっ壊したからね。それで、二の鉄はもう二度と踏むまいと学習しております。そしてこれがあれですよ、なんと軽っ、こっち軽っ、嘘、空気みたい。ちょっと待ってね、これ、はい、さっきはね、ちょっとテンション上げようと思って、あの、イース2の音楽とかね、聴いてたんですね。すっく、どっけ、どっけ。これがワンちゃんですよ。USB、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 Nintendo、Nintendo。あ、なんかおもちゃみたい。まあ、おもちゃなんだけど、おお、外れて、そしてなおかつ、ここに、アダプター、AC アダプターの USB の HDMI、ワウト。で、ここに、ドックにさせる、ドッキングポイントがね、ありますよ。ここで、ここにね、柔道アーシタがね、ドッキングするわけですよ。で、これ、ちょっと上げてって気になっておくかね。これが、カステラか。まあ、あれだね。で、ちょっと、今回あれだね。
まあ、最近流行りはここになおかつつけて、コンセントにこれがあの AC アダプターがさ密集するとさ、コンセントさせないよっていうのを防ぐためにこっからなおかつ電源に入っていくんですけど、今回はもうここにね、ファミコンを思い出させるって、ファミコンこれだったからね。 Wii U はね、 Wii U はちゃんとこっからもう一本入ってるんですよ。だけどファミコンではこれ完全にファミコン原点に帰ったね、原点に帰ったね。横井軍平伝、ものづくりの原点がここにある。もう横井さん、横井さん見てますか、横井さん、おいしょーい、やったー。 HDMI 任天堂印はこれもね、あの Wii U の時に岩田さんがね、開封してて、今回は HDMI ケーブルもついております。これも買うと高いんですよねって岩田さんが言ってたのをよく覚えております。ではこのこれも開けとこうね。これも先に開けときましょう。これね、こうやってぐるん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 できるよって、ここ良い子の皆さん真似しないでください。これはあの大人の遊びですからね、今のはね。こうやってこうぐるんぐるんできる。要は、これ Wii の時に最初これがなかったんですよね。 Wii 発売日に買った方があると思うんだけど、これはなかったで、なくて、Wii フリ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 やってたらプシュンって飛んでっちゃって、50インチのさでっかいプラズマテレビ割っちゃったとかねっていうので、任天堂なんてことしてくれるんだっていう、もうトラッチリを受けたわけですよ。それですぐに、シリコンカバーと、この手に巻くバンドを無料で配りました。そのまあ教訓があるので、今回もね最初からこう腕にねで、ジョイコン。これがジョイコンですよ。おぉ、はぁ、ビュッ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 、なるほど。ああ、なるほど。うん。いいね。いいね。で、懸念されているコントローラーの、ああ、ちっちゃい。やっぱちっちゃい。で、今初見だけどね、ここの感覚わかる。ここの感覚短い。親指わかる、親指ここも B ボタン、ここ B なんだけど、 B を押すともうスティックをちょっと指と指があのこんにちはしちゃう。ちっちゃい、ちっちゃいって感じ。まあ慣れればいけるのかな。押した感じはわかる。さすが、さすがでね、任天堂というか世界を作ったゲーム業界任天堂なわけですけど、その第一の理由に十字キーっていうのがあったわけですよ。あったわけですよ。失礼しましたね。十字キー、その十字キーを作った方が横井軍平氏、その任天堂の多分私の中で任天堂一番の発明品って十字キーだと思ってるんですよね。その十字キーが今回なんと廃止した。これは特許取ってたので、長らくゲーム業界というのは十字キー使えなかったんです。だから、あのメガドライブとかさ、よくわかんない、こうさ、ね、メガドラでぷよぷよやったことあります？ぷよぷよメガドラでやるとさ、テトリスとかの斜め入っちゃってさ、下にドンって入れたいのに、ビューっていっちゃったりとかさ、ああいうのはね、できたり、プレイステーションの時も、一応十字キーっぽいけど、ボタンっぽく見せて、十字キーじゃない、一応特許に入っちゃってたんで、もったそういう風にやってきた中、まさかの任天堂自身が十字キーを捨てたっていう、これはね私の中で相当なショッキングですよ。でこれタブコン iPhone7、 同じ、うん、そうだね。お、しかもペリペリがないね。ガジェットって大体こうペリペリがあってさ、それがあるんだけど、まあこれ包まれてますからね。じゃあちょっとジョイコンの前にこっちにしようか。こっちにはめ込んでみます。よいしょ、おい、え、あ、もうこれでハマってんだ。全然はめてる感がない。え、なんか間違ってるかもしんない。メスとメスになってる。え、これってもしかして下がる、あ、下がるんだ。あーはーはーはー、ここ見てて、いくよ。見える？ここをこう見るとコネクタメスじゃん。でも上からガションって押すとここがへっこむからオスになる。わかる？メスがオスになるっていう、とんでもない設計ですよこれ。なのでこれこうガシャンと入れると、もうなんか乗っけただけでも
ドッキングしております。ほら外れない外れない。まあ、ドッキング中はこのモニター使えないということなんでしょうね。ここにスピーカーもありますよ。なんかごっちゃごちゃついてますよ。なんかわかんないですけどね、今開けたばっかりなんで全然わかんないですけど、あとね、ちょっとやっぱこれも敬遠してたんですけど、こうまあこれはまってるとするんじゃん、こっちはいいわけですよ。ここに上にあるからね。でこっちは下にあるわけですよ。それ見て、私の手ね、私の手で結構、例えば B ボタン一番下を押そうとすると入っちゃう。ここにここに入る。まあ、あ、斜めにするとかなんかちょっとコツがいるかもしれないね。こう入っちゃう。ここに指完全に当たってるよ、指の腹が。これ何も意図しないよ。ここを立てればいいけど、指を立てる。立てればいいけど、往年のものってさ、やっぱりこう、指の腹で押すじゃん。そう考えると、完全に当たるね。ここはちょっと、まあ、この後、今後遊んでいかないと、わかんない。で、ちょっとはめ込んでいきますか。試しにね。これどうやってはめるんだ？スイッチ。あ、ここにね、プラスマークとマイナスマークが。刻印されてる。なのでここにある、こことこっちがくっつくよくんがねあるんで、なんか違ったらやだな、全然わかんない。マニュアルとかも見てないんで全然わかんないんですけど、できた、ここだ。あ、持ちやすくなったね。やっぱりちょっと幅がないとやっぱ持ちづらいから。でもし遊ぶとしたら、これみんな右手と左手どっち持つのか知んないけど、まあ私右手ちょっとあの悪いんで、怪我して古傷があるんで、あの左手で持つんですけど、左手の場合斜めに行くわけじゃん、親指が。でするとアナログスティックにこう一応当たらない。ただしこれはやっぱりこうは持たないよね、こうだよね。でするとかなりここが狭いっていうのは否めないけど、こう持った時に同時に操作しない。ボタンだけであれば斜めに親指いけばアナログに当たらないんで大丈夫ですね。でこっちもいってみますか。リバーシブル、あ、かっこいい。ね、これ絶対操作性として自分こっちが好み、こっちが好み、あっちがこっちがっていうのが出てくる。要はアナログスティックが下についてる方が好みか上についてる方が好みかで絶対に変わってくると思う。私は、こっち。やっぱ今まで使い慣れてるからね。使い慣れてる方が当然使いやすいですよ。で、ここに、LR、L2 は、L1、L1、L2 的な、あるんで、まあ、こうやればいいけど、こう持つ場合、かなり安定しない。というのも、やっぱ、ギターショップとかって、ここ、まあこうやってる分にはいいんだけど、こうやだいたい FPS はこうやんじゃん。その場合がっちりこう横と横のこういう力でコントローラーを押してるからこう持てるわけですよ。ここの指がフリーになっても押せる。支えてるのはあくまでここの手のひらと手のひらで左右に押す力で固めてるから、上からこう押してあげても大丈夫なので、こう操作しつつ両手で両指でこういけるじゃん。だけれどもスイッチの場合こう持つじゃん。こう持ってこうは相当きつい。あのこう支えてるわけじゃないじゃん。握る力であくまで支えてる。片手で握る力ってことはすなわちここの腹とここの指でこう支えてることになりますよね。こういう左右の力で押さえてることになりますよね。そうするとかなりやりづらい。今ここの腹とこの指で支えてんじゃん。そうするとこうだったらね、一本指であれば人差し指がさらに加わるじゃん。押さえがっちりするわけだけど、人差し指さんがこっちに行ってしまうと、どうしても指の長さも関係あると思う。ここの人差し指の長さ相当関係あるかもしれない。これ使っていかないと分かんないけど、こうはね相当不安定。こうだったらいい。こうだったらいいけど、これはね、相当不安定。だそこまでピーキーなゲーム出すかっていうのも問題だけどね。で、こっち側。まあ、
は一緒だね。これもでも持ちごたえが全然違う。はい、話しよう。これわかる。こういってんでしょ、角度が。角度がこういってんじゃん。だから、これをこう持ったとき、こうくんのね。力の流れが、こっちに流れるわけじゃないですか、ボタンを押す力が。一方のこっちは、こっちになっちゃってるのね。ってことは、これこう持ったときに、力の流れがこうい、いかない、こっちに流れるわけよ。普通ボタンをこう押すってことは、力の押す力はこっちに流れますよね。こう押すってことは。ね？こっちに流れる。だけど、ここにもう、支えが来ちゃってるから、押す力が、逃げる場がないから、こっちのが一応ホールド感はある。こっちの力とこっち側の力が左右するから、こっちはホールド感は全然ある。だけれども、こういうパワーのクロスするってことは、誤動作がここで発生しやすい。こう遊んでて、ちょっとパッと、ね、指の作業力が流れた時に、ここに腹が当たって、誤動作、あ、押しちゃったっていうのは、こっち側のコントローラー。青コン、こっちこっちあっちあっちじゃ分かりづらいから、青コン赤コンにします。で、言うと、こっちは誤動作する。こっちの方が、あ、こっち、ごめんね、こっちあっちで。本当に。赤い方が、パワーの流れは、人体力学だから分からんけど、人間工学だからよく知らんけど、それはまあ理にかなってるのはこっち。だけど、こっちはホールド感は全然あるけど、誤動作しそうっていう初見ね。まだゲーム一個も起動してないからね。で、これどうやって外すの？ちょっと外し方わかんないんだけど。ロック。ここか。ロック。ロック。ロック。エアリス。ロック。で、この、シューティングゲームにはめてみますね。よいしょ。見た。今まで散々待たされた。うん。当然だよね。これ今まで通りだ。今まで通り。で、こことここでホールドするので、当然ながら、両方いけるし、力の流れも交差してても、ここであくまでパワーを抑えてるから、指の形とこの形が合っていて、パワーの流れがこう来てて、押しやすい。で、誤動作はあくまで、ここで支えてるわけじゃなく、こういう力で支えてるから、誤動作はしない。これも今まで理にかなった作り方だよね。で、ちょっとここが、どうかなっていうアナログスティック。まあ、アナログ2本使うものってどうなのっていう、あれなんだっけ、クレイジークライマーみたいな変なゲームが出ない限りは、あれなんだけど、2本使うことはないと思うんで、ワンダースワン的なね、ワンダースワン的な遊びが提供できる。まあ、上同士で遊ぶとちょっと窮屈。やっぱこっちが窮屈。すっごい窮屈。ここに当たんだよ。アナログがどうしても、こうホールドしてても、斜めから入れないと、意識して斜めから指を入れないと、どうしてもみんなこう持つでしょ？こう持つと、当然ながら当たる。意識してこうずらしてあげれば、こういう風に、遊んであげればいいんだけど、いつも通りこう持つと、当たるね。だから、これずれてるわけよ。ずれてるわけ。で、ここの角度が、すごいある。ね、あるでしょ？斜めに。だけど、スイッチの方は、でもこう見ると同じぐらいか。そんなに変わんないんだな。緩いは緩いんだけど、そんなに変わんない？思ってたほど、並べてみると変わんないな。じゃあ、持ちやすさっていうのは、やっぱりちっちゃさっていうのがあるのかな。まあ、これ見ると、このアナログスティックが、ここにあるのね。で、イメージしてください。
そうするとよくわかる。で、これもここにあるの、アナログここにあるのって思った時、ここにあるんですよ。これが今後どう出るかっていうのは長く遊んでみなきゃわかんない。で、まあ、左手で当然アナログスティック、基本はね、まあ、例えばあのゼルダやるんだったら、まあ、Wii U の縦マルチなんて変な操作しないわけだから、だとするとこうじゃ多分使え、今のところ疲れそう。要は、まあ、デュアルショックとか XBOX 慣れてるっていうのはあると思うよ。それは確実に 120% 慣れてるからってあると思うんだけど、うん、そうだね。逆にこっち側は左利きでもできるよっていう設定かもしれないけど、それはないだろうしね。うん、まあ今後どう出るか、騎士と出るか京都出るか。で、これどうやって外すの？これ外し方が分かんない。これか、ここか、ここやな。よし、では本命のサブコンにはめてみます。あー、でっけ、横がすごい。 Wii U ゲームパッドと同じぐらいあるね、これ。あーこうなると重いし斜めじゃないじゃん、ここが。だから結局フォールドする力というよりもやっぱここで支える。 iPad とか iPhone とかもそうじゃん。 iPhone こう遊ぶときってさ、指で支えるじゃん。やっぱ腹では支えないでしょ、手の。そうするとこう遊んでるときにこの指とかこの辺で支えるから、それに近い持ち方になる。思ってたよりは軽い、思ってたよりは全然軽い。だけどそうだな、iPad、これ持ち歩くかっていうと、私はちょっと iPad とどっち持ち歩こうかなっていう選択になるかな。要は iPad を持つなら重いから、これをバックから減らそうとかって考えるのね。だからそういう思考にはなるかな。うん、そうだね。で、このポジションの場合もしかしたら関係ないかも。要は指でこことこういう風に指でつまむから、意図的に親指がこうツンとなるんだよね。腹で押すというより、要は腹で押しづらいわけ、こう持ち方だと。こういう風にやるとフォールドできないから、指がね、こうなる。そうすると逆に指が自動的に立っていくから押しやすいかもしれないね。イコールどういうことかというと、疲れる。長時間ってもう1時間とかっていう話じゃないですよ。4時間5時間ゲームをぶっ続けてやる人たちって考えると多分疲れる、間違いなく疲れると思う今のところね。まあ慣れちゃえば平気かもしれないけど、あととにかくボタンがちっちゃい、あの64のなんかちっちゃいボタンを思い出させる感じだね。ではソフトの方開けていきますか。まあどっち開けても同じだと思うんだけど、両方せっかくなんで開けていきたいと思います。まあダウンロード版でね、ワンツースイッチの方は買っちゃってもよかったんだけど、せっかくなんで両方ともパッケージで今回は購入しました。で、ワンツースイッチね、これは一人用で遊べるモードがちょっと少なそうなんで、まあそこは誰か呼んで遊んでほしいところなんだけど、私みたく基本一人で遊ぶ人間にとっては、まあ数回しか遊ばない。で、そもそもこのゲームってハードを楽しむためのものであって、ソフトを楽しむというよりもハードを楽しむものだと私は思ってるのね。だから1日で飽きると思ってる。いきますよ。なるほどね。これビータね。ビータが、一緒だね。ほぼほぼ一緒。ビータと、全く同じっていうレベル。全く同じっていうレベルのサイズ。だね。ビータと一緒。ビータと一緒。で、これが SD カード。SD のちょっと機ね。まあ、ビータとほぼ同じだと思ってください。まあね、
これにちっちゃーとか薄っていう感覚はもうないわな。それはもう我々 PC エンジンヒューカードで体験済みですから、とっくにヒューカード超かっこよかったよね昔ね。だからまあこんなもんかなというイメージ通りですね。でなんと今回ワンツースイッチは28個のゲームが入っております。まあどれもこれも一発で飽きるかなと思うんですよ。なやり込むゲームとかね、明日もやる明後日もやるよしやるぞっていうより誰かが来た時にパッと遊ぶゲームだと思うんで、まあね3つ見てみて見てみて見てみて見つめ合って乳搾り、見つめ合って早打ち。いやー見つめ合う相手がいないとダメ。こういう風に男女推奨ね、これ男女推奨ゲーム、そういうことだわな。でマニュアルは一切ない、紙媒体のマニュアルはなし、一切ないです。うんそうだね、一切ない。まあそれは別に、ただ警告文も入ってないっていうのはあれかもね。これもまたビータになっちゃうんですけど、一応ビータはこういうふうにアンケート用紙と、まあアンケート用紙を置いていたとしてもこういう警告文がペラ紙1枚入ってるんですよね。これがない。で、PS4。まあ、これはなんかいろいろこういうやつが入ってたんだけど、まあ、PS4 は、あ、入ってない？これ警告文が。警告文入ってる。あの、このソフトウェアの扱い方とかね、こんな時は注意してくださいとか、ね、まあこれゲーム違いますよゲーム関係ないですからね、パッケージ上げみてね、まあそういう感じで警告文を入れてないっていうのはちょっと面白いね。もう一回見せるとこういう風にシンプル、至ってシンプル。ここにちょろっとだけ入ってる、ちょろっとだけ入ってる。だからもう逆に言うと、まあセロがここにしっかり書いてあるし、まあ任天堂としてはそのあくまでおもちゃとして売ってるって長年言ってるからね、あの任天堂が作るゲーム機はおもちゃですと、家電とかではないおもちゃ、僕らが作ってるのはゲーム機じゃないおもちゃだみたいなことを言ってるんで、まあおもちゃとして自信があるっていうことなんでしょう。出た、かける、生きる、守る、でいきまーす。あーやっぱりそうだね、警告文とかなく上げた瞬間こういうかっこいいけどね、開けた瞬間にイメージイラストが出てくる。例えばファイナルファンタジーだったら、まあ、開けた瞬間に天野義高のビッグベンとかね、バーンとか言ってここに入ってくると、でテンションが上がる、バカッつって。だけどまあ読み物として面白いものはない。昔はファミコンゲームってさ説明書面白かったじゃん、なんかいろいろ書いてあったんで設定集みたいな感じで読めたの昔のファミコンって。で我々子供の時っていうのはファミコンソフト買ったらもうお家に帰るまでワクワクしてもう我慢できないから開けちゃうわけよ。ファミコンなんか愉快なきゃできないですよ。だけどゲームソフトカセットね開けちゃってこう中見て説明書を読みながら楽しんだりっていうのがまあ今の子供たちにはないのかなと。逆に言うとこれね持ち歩けるから早く遊びたければそんなね楽しみ、家帰るまでに楽しみで開けてうわーどうしようっていう想像力を働かせるんじゃなくて、これ持ってって買った瞬間バザッと入れて遊べっていう話かもしれない。私あの CD ウォークマンが好きだったんですよ。あの MD とか昔いろいろあった中カセットとかね、あの音飛びするっていう不評の CD ウォークマンが大好きだった。それは CD が大好きだったから CD ショップ行くじゃん、レコードショップ行って CD を買う、その瞬間自分開けて自分の CD ポータブル CD プレイぶち込むとすぐ弾けんじゃんっていうので大好きだったね。ちょっと入れてみますか。買った、新しいからな、マジですね。出ない。でちゃんとここにカバーがついてるんで、あの DS の時の飛び出ちゃったんご事件は起きない。カバンの中入れといたらDS のソフト、3DS のソフトがここからビョーンビョーンビョーンみたいな、はぁーみたいなね、あれは起きないですね。おい、クレードル、クレードルじゃねえや、立てかけるやつなんで、こういう感じで一応立てかけることが可能ですと、ね、バンカーリング的なアイコン、すごい。これここはちょっとおもちゃみたい、ちょっとパンってやったらぶっ壊れる、ポンってやったら即通壊れる。
ただ壊す人いっぱいいそう。で、この下にじゃマイクロ SD を入れるスロットがありますね。まあ、あとは電源入れてどうかなっていう。あ、そうですね、入んのかな、電源入った。お、ブルってした、今ブルってした。はあ、なるほどね。液晶画面は普通だね。で、今こう設定画面で無意識にここを十字キーとして認識した。これ任天堂の勝ちかもな、十字キー捨てたのは。今無意識にここを押したんだよ。普通だったらこっちを押さなきゃいけないのね。こっちアナログでこっちで操作しなきゃいけないのに、無意識で今こうやったの。いや、うまい、すごい、素晴らしい。今何にも考えずに、もうまさにこれ編集でしないで出しますんで分かると思うんだけど、無意識でこれを十字キーとして操作した、この画面で。あ、そういうことだな。サイズ的に見て十字キーとしても使えちゃうのかもしれない。素晴らしい。あ、素晴らしい、なるほど、素晴らしい。これはちょっと分かんなかったな、触ってみないと。十字キー取っ払っちゃってね、私がね、もう本当に大好きな横井軍平氏の発明品がと思ったんだけど、あ、すごいな、やりやがったなるほどね、なるほどね。まあ、ここまでにしときます。他先はちょっとまた設定とかしてゴニョゴニョしてつないで遊んでいくんで、今回は開封の儀兼、まあもう二度と取れない初見のこう持った感じがあるかなーっていう。これが3日経ったら最高に使いやすいっていう意見に変わっちゃうかもしれないからね。まあスイッチ初めて入れましたから、スイッチのスイッチを初めて入れました。スイッチというわけで、そうだ、お疲れ様でーす。ニンテンドウィーでございます。ニンテンドウィーユーでございます。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。私のドラゴンクエスト10が、ドラクエ10早く出してくださいね、こっちにね。というわけで、ニンテンドスイッチ開封動画でした。まあ、ここも続々と出していきますんでね。とりあえず、まあ、こんな感じかな。まあそうだね、おもちゃとしていろんなものがくっついてて面白いんだけれども、ゆえに価格が3万円。まあゲーム好きとしては3万円と全然まあそんなもんだよねって言って頑張った、むしろ頑張ったんじゃないって思うと思ってくれると思うんだけど、一般層はおそらく高いというと思う。まあ違いなく高いっていうと思う。これとかこれとか別にいらない、これもいらない、全部これいらないって一般層は言うと思う。これだけ売ってくれって言うと思うんだよ。だって手元にこれで親しんだものがあるんだから、これだけ売ってくれって言うと思う。まあちょっと一般層厳しいかなと思いますけれども、ゲーマーは数日か数ヶ月か分かりませんけど、すごく楽しいんじゃないですか多分値段だろうな、一般層が引っかかるのは第一に間違いなく値段だろうね。3万はゲーマーとしては安いけど、一般としてはだったら iPod タッチ買うわとかになっちゃう可能性があるかもしれない。むしろこうやってそれ何に使うの感が、ゲーム、そうだね、まあそれを、まあ、頑張ってほしいですけどね、頑張ってほしいですけど、お願いします。まあ触った感じはさすがだなと。これすげえ不安だったんですよ、私。だけどこのタブコンとして持った時に、タブコンって言っていいのか分かんないけど、こういう感じはさすがかなと。重みはありますね、相当重みはあります。液晶の綺麗さとかもそんなないね。特筆すべき欠点はないです。というわけで、任天堂スイッチ開封兼初見でした。また会いましょう。バイバイ。スイッチ。